サッカー日本代表の新ユニフォームが6月22日にアディダスジャパンより発表された。選手たちが新ユニフォームでの潜在写真撮影シーンを JFA、日本サッカー協会、公式 YouTube チャンネル、ジュファット部、が公開した中、なでしこジャパン、女子日本代表、の清水リサと長谷川衣のお茶目めなやりとりにファンからは、かわいい、平和すぎ、と話題を呼んでいる。 アディダスと幼児山本によるコラボレーションブランド Y3 が手掛けた一着は、濃紺のホーム用キットにはブルー、白基調のアウェイ用キットにはレッドに彩られた炎のグラフィックが大胆にあしらわれている。ジュファット部の人気コンテンツチームカム特別編では、なでしこ選手たちへの新ユニフォームお披露目シーンや撮影の様子が収められている中、 清水が撮影に臨んでいる際の長谷川とのやりとりに注目が集まっている。清水は新ユニフォームを着用しカメラの前に立つと、カメラマンの後ろから長谷川が点取った後ならもうちょっとふってやった方がいいとアドバイスを送った。清水は自分でせーのふと声を出しつつ控えめなガッツポーズを見せた。この様子にファンからはワンダ。 ふんわりとした話し方が可愛い会話が平和すぎて、撮影ディレクターっぽいことしててちょいつぼ。天然さんなのも可愛い可愛さ以上、声好き、と様々なコメントが寄せられている。